林父母作丹下左膳朗読その第34回建文建立の巻第6章緑面女夜叉続きから。左膳は血なだれかかるように二三歩前へよろめいた。愕然として飛びのいた源十郎。わからねえやつだな。あるほど俺はあの晩お通夜を引っかついで一足先に帰った。そりゃあ貴公らと行動を共にしなかったのは重々俺が悪い。その点は謝るな。この通り幾重にも詫びる。しかしだな丹下、お藤が船へ飛び込んでそのお藤をお通夜と見誤って敵が即座に船へ移って逃げたところで、それは俺の知ったことじゃねえぞ。すると聞いていたお藤が、まだあんなこと言ってる。殿様、あなたも随分お上品が悪いね。みんなお前さんの頭から出たことじゃないか。言い出すのを与吉が抑えた。姉がもう用がしょう。殿様も折れてらっしゃる。それ見ろ。左膳は勝ち誇った目をお藤から源十郎へ返して、貴様の火事泥さえなけりゃ俺はあの世建立を手に入れてこれこのと叫んぼ振り鳴らしながら、この刀と一緒にしてやることができたのだ。鈴川、貴様に裏切られようとは思わなかったぞ。貴公も執念深い男だな。何にしても過ぎたこと良いではないかも。そっちはよかろうが、こっちは一向よくねえ。俺の執念じゃねえ、刀の執念だ。この見聞の執念なのだ。はは。源十郎はせせら笑った。面白えな。それで何か舞を辻斬りにお出ましになるってわけか。スパリと吐いたと、プッ、面色蒼白の胴増した左膳、たちまちぽっと不思議な明らみを呈して、どうして知っとった。いや、とうとう口終わったな。なに、大方はそんなところとちょっと釜をかけたんだがなあ丹下。江戸中の不条役人が嗅ぎ回っている今評判の逆袈裟掛けの闇斬り、南町の奉行は確か大岡越前とかいう名判官だったっけな。恐れながらと一言俺が駆け込めばどうだ。あとは自分で考えてみろ。その命に運をぶったげるんだ。俺はことはこのまん。切れるぞ源氏。剣雲がキレキレと泣いておる。この声が貴様に聞こえんか。ことはこのまんがやむをえん。源十郎を土毛色の微笑を突如与吉へ振り向けた。座敷から俺の刀を持ってこい。芝生とは名ばかりの久しく鎌を知らない中庭の雑草に腰を下ろした左膳、手近の道芝の葉を一本抜き取って、これ見ろ、こいつにこんなにくれが来ている。してみると210日から20日までの間に一つ大暴風雨が来るかな。昔からの言い伝えに間違えはねえ、などとのんきなことを言っていたが、やがて鼓の与吉が引っ返してきて、小安は源十郎に大刀を渡すのを見ると、さすがにすっくと起き上がった。ではいよいよやるかな。左膳の青眼は薄日に笑う。源十、死ぬ前に一言礼を言わせてくれ。死ぬとは誰が死ぬのだ。決まってるじゃねえか、てめえが今死ぬんだ。死ぬのは貴様だろう。何でも言え、聞こう。だいぶ長く厄介になったな。ありがてえぞ。これだけだ。
源十郎の笑い声はどこかうつろだった。鳥のまさに死なんとするやその声悲し、人のまさに死なんとするやその言うところよしとかや。おい丹下、貴様本当に果たし合いを望んでおるのか。当たりめよう。一歩下がった左膳、タダダッと平糸巻きの鞘を抜き落として、青寒く沈む剣文丸の巨身を左手に下げた。子供投げに微笑んでいる。てめえのおかげで金龍を取り逃がしたので、俺はともかくこの剣文が貴様を恨んでぜひ斬りてえと言ってしようがねえのだ。まあ貴様にしたところで生きていて都合もいろいろあろうが、ここは一つ番所を繰り合わせて俺の手にかかってくれ。笑わせてはいかん。とうも呆れるほどしつこいやつだな。しつこくなげりゃできん仕事をしておるでな。我ながらゆえあるかなだ。第一俺の辻斬りを感づいた以上、何とあっても生かしてはおけん。そうか。ではそれほどまでに所望なら鈴川源十郎をいかにもお相手つかまつろう。だがしかし後悔先に立たず、人たち食らってから待ったは遅いぞ。何を言いやがる腰抜けめ。てめえの血が赤いか白いかそれを見てやるんだ。おい来いよ早く。行くぞ来なけりゃ。交渉とともに伸びてきた剣文丸の戦法、眼前三寸のところに渦輪を巻いて挑む。もはや大鶴より道はないと観念した源十郎を静かな声だった。大人げない、頑張るぞ丹下、こうだと、うめくより早く土を蹴散らした足の開き、巨水流送電、網笠羽の居合に強盗斜めに飛んでガッと下から剣文を払った。引き退いた左膳、流れるままにじわじわっと左へ寄ってくる。のぼちに源十郎は右へ二三歩先回りして気を制した。暮れを急ぐ日が二つの剣面を生えて、白い円光が咲いては消える。下枯れの庭に清掃の木をみなぎらして、子猫が垣根から両人を覗いてつまらなそうに草の穂に戯れているのを、左膳はちらりと見て刀傷をくねらせて笑ったのだ。林父母を作丹下左膳朗読その第34回剣文建立の巻第6章緑面女夜叉、途中まで朗読